皆さんこんにちは、週末サイン田中です。今年もスイカの空中栽培の時期がやってきました。去年はコロナ禍ということもあったので、マスクを再利用したマスクメロンならぬマスクスイカとかやってみたんですけど、マスクの紐が切れて悲しいことになったりもありましたね。ただスイカ1個に対してマスクを3枚以上で支えるとスイカが落下することはなくなったので、悪くない方法だったと思います。あと2年前は植えるスイカを大玉スイカにしてしまって、全然大きくならずに失敗してしまったのは苦い思い出ですね。ここまでしてスイカを空中栽培で育てるメリットはたくさんあって、場所を取らないし、形も良くて綺麗だし、管理もしやすいとかいろいろあるので毎年挑戦しています。あと空中栽培の設備はキュウリ支柱なんですけど、一度作ってしまえば長期間使えるのでかなり便利です。この動画で作ってから3年目になるので、今のところ支柱を立てて分解してっていう作業を3回省略できてますね。これが5年10年と使えればかなりの時短になります。でちょっと話は逸れちゃったのでスイカの話に戻すんですけど、スイカの空中栽培でも地媒栽培でも親づるが伸びてくるところまでは育て方はどっちも一緒なんですけど、親づるが伸びてきたら育て方が変わってきます。まず親づるが伸びてきたら、親づるにはスイカがなりにくいので親づるの成長点をカットします。こうすることで親づるへの栄養の集中がなくなって、子づるへの栄養が分散してくれます。ただ親づるの脇芽から子づるが出てくるので、親づるはある程度の長さになってからカットしてください。で、子づるは3本仕立てで伸ばしていきます。子づる1本につきスイカ1個収穫する感じですね。あと空中栽培ではつるの管理が簡単なので、1本はバックアップとして増やして4本仕立てで進めるのもおすすめです。あとスイカの雌花が咲いてない状態で雄花が咲いていても無駄になってしまうので、そういった時は雄花をもう取っちゃった方が無駄にエネルギーを消費しないので取っちゃいましょう。子づるが伸びてきたら支柱に固定して上に伸びるように誘引していきます。子づるが長く伸びた状態で誘引しようとすると、すでに巻きづるとかが絡まってしまっていてやりづらかったりするので、早め早めに誘引していきます。今日はこれぐらいなんですけど、成長スピードが上がってくると毎日誘引が必要なほど伸びてくるので、これからが本番ですね。本日の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録してコメント残してくれるとすごく喜びます。